来月18日に開幕する選抜高校野球に出場する深川のクラーク記念国際に選抜旗が授与されました。選抜旗は出場校の校章などがデザインされたもので、大会を主催する毎日新聞社から2年連続2度目の選抜出場となるクラーク記念国際に授与されました。皆さんの声援を選手29名全員で力を変えて甲子園で頑張ってきます。クラーク記念国際が春夏通じて甲子園初勝利を目指す選抜大会は来月10日に組み合わせ抽選が行われ、18日に開幕です。